あ、茶葉でございますということで、わかりますよ。みんなの言いたいことはね、うん。まあ、僕もね、このチャンネルを4年間やってきて、まあ、皆さんとのね、付き合いももう長くなってますよ。だからみんなが言いたいことはわかる。うん。茶葉くん、もう一回チャンスをあげるよ。そういう声が聞こえてきます。本当にね、今までもみんなに助けられてきて、もう俺なんかダメだっていつまでも何回も思いました。うん、だけどね、その度にリスナーさんに助けられてチャンスを与えられてここまで来れた。今回もね、みんなからチャンスをねもらったわけだから、まあ次は当てたいと思いますということで、アルゼンチン、ポルトガル、まあ初戦初日から2個外れちゃったということで、これはパーパーですね。ちょっと待って、これはパーパーですねということで、ね、ここがまずね、こう、アルゼンチンは、行かないでということで、ウルグアイ、ポルトガルがボンバーしているよと。これで、ね、もう一回予想し直そうと思います。まずウルグアイ行っちゃいましたね。ちょっと舐めてたね、完全にウルグアイをね。ポルトガル、てか、ま、ポルトガルも良かったんだけど、最後までこううまいこといけなかったと。ロナウドがいるからやっぱ中にね、アルゼンチンフランス見たてだとやっぱロナウド中にいるからクロスゲーができるっていうのはね、かなり強みではあったけど、ボンバーだった。でアルゼンチンの最後のね攻撃、ダメでしたね。もう勢いあったけど、かなり面白い試合だった。フランスもアルゼンチンも、これいいシュートばっかだったから、ね、しかしメッシもさようならと。ちょっと寂しいね、やっぱね、メッシとロナウドいなくなっちゃうの、ね、ということでね、ここウルグアイフランス来ちゃいましたね。これなんだよな。まずですね、まあ、考えるのがウルグアイ、まあ、だから優勝がねもうなくなっちゃったわけだから、アルゼンチンで言ってたの。だからそこの組み合わせがどんどん変わっていっちゃうわけ。そうなってくると、まあ、ウルグアイとフランス、これ多分ねフランスですね。俺多分、ね、アルゼンチンね、ウルグアイだったら勝ってたと思うわ。いやそんなことないか、うん、そんなことない。ポルトガルとアルゼンチンだったらポルトガルの方が強かった気がする。ただフランスとウルグアイ、ちょっとフランスの方が強そう。カンテがやばい、カンテ舐めてた。うん、でウルグアイはちょっとスアレスがそんな、なんか爆発してない。カバーニがねすごい活躍してるけど、スアレスが結構抑えられてるから、スアレスとカバーニダブル爆発だったらかなり強いと思うけど、そこまでないと考えたらフランス上がっていくと。で日本とフランス、フランスなんだよな。そうなると決勝がね、はい、フランス対スペインになります。うん、でフランス対スペインだったら俺はスペインだと思うね。うん、なんでかっていうと、なんでかっていうととかはないよ。なんでかっていうととかはない。うん、フランス、まあ昨日は、まあ、ポグバもね随所にたまにはいいプレーしてたけど、そんなにねめちゃめちゃいいっていう感じでもなかった90分ね。ただムバッペやばいね。ムバッペ一人にやられたって。正直さ、正直フランス押してる人も、そのフランスがねチームとして強かったかって言われたら、胸を張って強かったと言えるかっていうと言えないよね。ムバッペがちょっとバケモンすぎた。あれだって一人でさ、カウンター PK もらったでしょ。でシュートも2本ぐらいで、あれやばかったね。あのこぼれ球さ、ペナ内のこぼれ球、あのワンタッチしてめっちゃ全速力でシュートガーン打ったやつ、あれはもうちょっとねゲームだったわマジで。ああいうゲーム、あいつだけゲ、ちょっと浮入れで言えば、あれだけ、あいつだけゲームの種類が違うというか、2018なのにムワッペだけなんか2015ぐらい のクイックネスというか瞬発力あったね。瞬発力99じゃ収まんない、200ぐらいあった。あれは本当にだってダイレクトでさ、右足でパーンって こぼれ球もさ蹴り出して、1、2歩目でもう多分トップスピードいってたもんね。あれはもう無理。ただそれをね、まあ、だから日本はベスト4まで行って、フランスはベスト4行くでしょ。ウルグアイに勝つと思うんだよ。そしたらね日本は多分無理じゃない。うん、でもアルゼンチンの守備が弱すぎたっていうのもあんのかな。ただスペインは勝つよ、スペインは勝つ。うん、スペインなんで勝つかっていうと、まあだから何度も言ってる通り、
フランスをやっぱ追い詰めるこう勝者のメンタリティ、落ち着きがあるから。アルゼンチンも2対1まで行った時に勝ってたでしょ、途中まで。フランスのあの右サイドバックの名前なんだったっけな、あのクルクルパーマの、あの人のもうスーパーミドルが入ってなかったら俺そのままアルゼンチン行ってたと思うもんな。そんぐらいフランスはちょっとやっぱりこうなんていうの、まとまりに欠けるところはあると思う。リーダー、こいつっていうリーダーがいない。でスペインだったらラモスとかさ、あとは、まあ、ポルトガルだったらロナウドとか、アルゼンチンだったらメッシはそうでもないか、メッシなんかそんなにガンガンめちゃめちゃ言うタイプでもないからな。そういうフランスになんかめっちゃ厳しいさ、お前らちゃんとやれみたいな言えるやつがいたらいいけど、今んとこいない。みんながなんかこういい感じ、だから心一つになったら強いと思うけど、まあ、決勝までいったら心一つになるかな。もうエゴイズムは捨ててチームのために戦うぞみたいな、うん、スペインです、スペイン。はい、ということで、まあそうですね、今日はだからスペイン、ロシア、クロアチア、デンマークなんで、そこで言えばスペインがロシアに勝ってクロアチアがデンマークに勝ちます。これはもう 100% 外しません。外したらモヒカンにします。うん、ということでね、皆さん、チャマ君、モヒカンをかけて今日はスペインとクロアチア勝ちます。昨日は本当にすいませんでした。皆さんはどっちが勝つか、優勝国いろいろね言ってたけど、やっぱブラジル、フランス、ベルギーめっちゃ多かった。ベルギー絶対勝てないから、日本に負けるから。パッ、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと動揺してんのかな。さようなら。パー。